こんにちは、スプリングです。私は今兵庫県姫路市、ここは新線の大市駅になります。こういうような建物ですね。もともとは結構古めの木造駅舎だったんですけども、先日ね、建て壊されまして、今度新たにね、こういうような鉄筋コンクリート造りのね、建物に変わるようです。本日はこの大市駅の近くでね、列車の撮影をしてみたいと思っております。駅の中はこんな感じになっております。いやー、なかなかすごそうな駅ができそうですよ。まあ新線と言いますとね、まあ、ローカル線というイメージなんですが、まあ、ここは姫路駅も近いということで、姫路駅から3駅目ですね。まあ、結構な本数が走るようです。1時間に2本は走るということですね。新幹線が遅れてるようです。なんか本日はね、新岩国行きの新幹線が走ったようですよ。大市駅の正面に来ましたけども、こちらに完成予定のねイラストが書いてありました。こんな感じになるんですね。いや、すごいな。ちょうど撮影地に向かう途中に列車がやってきました。本日はね、あいにくの天気なんですけどね、夕焼け出ないかなと思ってやってきました。あ、晴れてくれた。とっても綺麗ですよね。列車は先ほど工事をしておりました大市駅の方に向かっていきます。今大市駅の向こうから上り方面の列車がやってまいりました。いやー、ちょっと今日はダメかもしれないですね。結構綺麗だなと思って来たんですけどね。こちらの方晴れてるんですが、ちょっとこちらに関してはどす黒い雲がね待ち構えておりますので、ちょっと厳しいかもしれません。さあ、列車が大市駅を発車をいたしました。223系の顔した機動車です。いや、ダメだな。一応山の上の方が晴れてはいたんですけどね、やっぱまあ曇天という感じには変わりありません。まあもう少し待ってみましょう。いや、どんどん曇ってきましたね。太陽ここにあるんですよ。ダメだな。また今度出直しましょうか。後ろから列車やってまいりました。微妙。いや、ちょっとダメですね。これは期待できなさそうです。しかしながら諦めないのがこのチャンネルの特徴です。初めて言いました。せっかく来たのにこれなのでね、ちょっと流し撮りの練習でもしてみようと思います。というわけで、超広角レンズを使った流し撮りを練習していこうと思います。やってきましたのは K127K 2両編成ですね。まあ曇天なんですけども、水鏡に映る列車もね一緒に流れてくれました。これはこれで良かったですね。さあ、本日の大本命の列車がやってきました。まあ列車自体は変わりませんけどね、ちょうど日没の時間と今日が一緒なんですよね。なんですが全く見えません。いや、晴れていたらね、この列車の向こう側、一番ね右側のところに太陽が出てきまして、まあ、その夕日と一緒に撮れるという時間なんですけども、まあ残念ながら撮ることはできませんでした。まあしかしながらね、少しずつ天気が回復しつつあります。まあ一番いい時間帯の列車は行ってしまったんですけども、これちょっと期待できるんじゃないですかね。まあ雲もね、大きいのがかなり流れてきてたんですけども、それがかなりちぎれ雲になってきまして、まあ、こちらの方はすでにね青空が結構見えております。これはなかなかいい感じになりつつあるんじゃないですか。
まあまだ夏ですのでね、明るいですからもう少し待ってみようと思っていますと、こんなものがいました。鹿さんですね。オスとメス一匹ずついるようです。田んぼの横で草を食ってるようですね。ちょっと見に行ってみましょう。鹿さんが草を食っております。美味しそうですね。美味しいですか？私は肉の方が好きですとかいう気持ち悪い独り言を言っていますと、まあこんな感じになってきました。山の向こう側、太陽の光が見えております。そしてそれがね、この水面に映っておりますよ。おお、なかなかいい具合になってきました。まあ、この日はね、午前中が雨降っておりまして、まあ、それからね、雨が止んで、その後晴れ予報ということでしたので、この場所に訪れたんですけども、いやー、予想が的中しましてね、結構いい感じの夕焼けが出てきつつありますよ。さあ、そして今度上り方面列車がやってきました。いやー、いい感じに焼けております。雲がオレンジ色に光り、その手前にはね、青空が広がっております。いやー、これは感動的な姿ですね。いやー、最高の絶景にね、巡り合うことができました。これぞ日常の絶景というものでしょう。列車が行った後がね、一番綺麗だったのは、まあ言うことないんですけども。これはね、私の機材も生えております。やっぱこの列車が通過した後が一番綺麗だったんですけども、もうそろそろするとね、反対方向から待った列車がやってくる時間というふうになります。鹿さんも家の方に帰っていくようですね。お腹がいっぱいになったんですかね。さあ、先ほどやっぱちょっとね、また暗くなってきましたけども、後ろから列車やってまいりました。いや、この日はね、風もあまりなかったので、しっかりと水鏡になってくれております。列車大市駅の方へと進んできました。列車の右手には新しい大市駅が見えております。というわけで先ほど撮影をした分がこれになります。まあ、先ほどより光は弱くなっていたんですけども、こちらはこちらとて大変美しいものが撮れたなと思います。さあ、そしてその後です。先ほどより30分ほど後になるんですけども、まだ薄明るくで光が残っておりましたので、一回帰ろうとしたんですけどね、また引き返してやってまいりました。そして列車の室内のね、明かりもしっかり映っておりました。大変美しい写真を撮ることができたんじゃないかなと思います。先ほどの列車が大市駅ですぐね、交換いたしまして、もう一本列車がやってきましたので、こちらを最後にしたいなと思っております。やってきましたのは計122系1両の車両になります。いやー、1両もやっぱりいいですね。空はこういう風に大変美しいグラデーションでね、出迎えてくれました。というわけで今回ね、紀新線を夕焼けとともに撮影をしてまいりました。いやー、大変美しいものが撮れたんじゃないかなと思います。最初は曇りばっかりでね、ちょっとふてくされておりましたけども、いいのが撮れてよかったなと思います。というわけでご視聴いただきありがとうございました。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。こちらのチャンネルでは鉄道写真を主にした動画を投稿しております。動画がいいなと思われた際はチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。